はどこに行くんですか？ディズニーです。いいなぁ。だね。あ、ちなみに2番線かな、違うわ、1番線、1番線、ね、一日美容デーということで、今銀座の方に来ています。明日私の推しの橋本翔平くんと川澄美心くんのバースデーイベントがあるので、それに向けて今日は一日綺麗になろうという日です。最初まず歯医者さんに行って、その後ネイルをして、で美容院に行ってっていう感じの一日に今日は密着していきたいと思います。今日めちゃめちゃいい天気ですね。美容室に行ってきました。朝からES ストアでお買い物もしてきました。で今からヘアセットします。でヘアセットをした後に会場近くに移動して、で夜はカフェシナモンに行くっていう一日になってます。で今日はいろいろあってちょっととあるテレビの取材を受けておりまして、とても緊張しながらの推し活になるんですけど。YouTube 趣味でやってたんですけど、趣味でやってたらいろいろ見てくださる方が増えて、あ、ありがとうございます。素敵です。赤で、はい、お願いします。はい、ありがとうございます。はい、ありがとうございます。クリスマス限定の、見えるかな、限定のチョコレートが売ってたので、それを差し入れしようと思います。この後ちょっとお昼ご飯を軽く食べて、17時ぐらいに現場に着くように向かいたいと思います。じゃあ行ってきます。会場のある大崎駅に到着しました。夕方になって日が沈んできました。今日のメインイベントは、ね、これからなので楽しみです。今日の会場は大崎東京タワーのトンネル東京っていうところで、大崎駅から10分弱ぐらい歩く会場なんですよ。だからちょっと今から歩いて会場に向かいたいと思います。
場が近づいてきました。今日の会場は多分ここですね。どこから入るんだろう